夜中の2時ですね。38.7 度。ちょっと電話します。寒気と吐き気と水に含む痛み、外に発熱があります。明日マシになってたら、起きてマシになってたらまた月曜日、しんどかったら明日朝起きて家に行きます。結局緊急入院をしておりました。で、今1週間経って退院して帰ってきました。土曜日かな、最初の入院の前日土曜日に予定あったんですけど、なんか体がだるくて1日中寝ておりました。で、なんか夜もちゃんと寝てたのに、なんか昼間も眠たくてずっと寝てるって感じでしたね。で、その日の夜かなに微熱になって、また夜中に39度まで上がるっていう感じでした。夜中に抗生剤とカロナールを飲ん で一晩経って、翌朝、熱を測ってみたらまだ熱が下がっておらず、38度7分とかだったかな。で、ちょっと日曜日だったんですけど、病院に電話をして緊急外来に行くことになりました。で、緊急外来行ったら、最初は緊急外来の処置室かな、連れて行かれて、で、なんか心電図つけられたり大ごとな感じになってたんですけれども、肝臓の先生が来てくれて、CT を取りに行きました。で、あと採血もしました。その結果やっぱりちょっと胆管炎っぽい感じだったので緊急入院となりました。で、入院してからは、抗生剤の点滴を打って、で、熱も落ち着いて、で、6日間かな、毎日抗生剤の点滴をしてっていう感じでしたね。1日目だけちょっと栄養の点滴をしてもらったんですけど、それ以外はご飯は食べれていたので、抗生剤の点滴を1個だけっていう感じでした。で、1週間経って、CRP の数値が下がっていたので無事に退院することができました。はい。でも、なんかまだちょっと右腹部がチクチク痛かったりとか、なんか夜になったら37度4分とかまで上がったりして、若干不安ではあるんですけど、先生的には数値の方は問題ないし、8度5分超えなかったら様子見でいいんじゃないかということで退院してきました。で、今回の入院中にちょっとお薬が増えたので、それだけ紹介しようかなと思います。ビオフェルミンが増えました。これはよく聞くね、腸の調子を整えるお薬なんですけれども、これが朝昼夕食後1錠ずつ1日3錠になりました。もともと飲んでなかったんですけど、なんか原発性硬化性胆管炎っていう私の難病って、腸の中のなんか細菌がどうのこうのみたいな、ちょっと詳しく忘れましたけど、
最近そういうことが研究で分かったみたいで、ちょっと腸内環境を整えようということでこの薬が追加になりました。でもう一個パルモディア R 錠 0.2mg っていうのも1日朝1回増えました。でこちらも、世間一般ではコレステロールを増やす薬なんですけれども、これも原発性硬化性胆管炎の方に効果があるっていう事例があるみたいで、ちょっと試してみようということでこちらの薬も追加になりました。なのでこの薬が増えて胆管炎がちょっと頻度落ち着いてくれればいいなと思うんですけれども、まだ飲み始めたばっかりでちょっと効果はわからないんですが、しばらく飲み続けてみようということで処方されました。でちょっと私薬疹とか出やすいんですけど、今回は特に、アレルギー反応出ずに無事に飲んでおります。あとそうだ、 CT 撮った時に今まで CT の造影剤で気持ち悪くなったことはなかったんですけど、今回初めてちょっと造影剤で気持ち悪いっていう瞬間がありました。なんか CT もそんなに時間かけてなくてすぐ終わったんですけど、造影剤を入れた注射を入れてたもうすぐ何秒後かにめちゃくちゃこの辺りが気持ち悪くなって、ちょっと吐き気がして吐きそうな感じになりました。でナースコール渡してもらってたんですけど、造影剤入れて2回撮影したらもう終わりだったので、撮影直後にちょっと気分悪いですって言いました。でその後しばらくベッドで安静にしてたら落ち着きはしたんですけれども、初めてちょっと造影剤で気持ち悪くなったので、今後ちょっとまた気をつけなきゃいけないなって思いました。前回の動画、この高39度の熱が出ましたっていう動画から1週間以内にまたちょっと今回入院っていうことになったので、なかなかちょっと胆管炎がぶり返している感じなんですけれども、もうしばらくちょっと胆管炎の動画は出したくないなと思っております。はい、ではここまで見ていただいてありがとうございました。また季節の変わり目なので皆さんもお体お気をつけください。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。